皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー早速やっていきたいと思います。今日の最初はこちら、国内の難しいのランキングから10位のコースですね。60秒のスピードラン、りょうさんという方のコースをやってみたいと思います。クリア率 6% ということなのでね、まあスピランの中では簡単めだったと思うので噛んじゃいます。これがいつものスタイルです。はい、ここでやられるのもいつものスタイルで、どうするかな。はい、今のところ簡単だですね。メットをかぶって、メットじゃない、あ、メットはメットか、トゲメットをかぶって、今ちょっと、おー、何やってるんだろう。ここ素直に行けば気持ちいいはず。よし、ということで壁キックしてからのお邪魔します。結構ぐだっちゃってるから心配ですけど、うわ、流れ、あー、はい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 、了解了解。さて、初見プレイやっていきましょうか。初見ですよ。というわけで、あおい、あおい、さて、初見プレイやっていきますよ。まず何に弾かれて、ブラックパックンを音符なんか、展開が早くて喋れないよ。これどうするか、これでダメだろうな、今の。結構時間かかっちゃったぞ。で、かなちゃんを超えて、私、あの、マリオメーカーキャリン、ダウトオイルならっていうので、なぜかはなちゃんになってました。怒るよ、怒るよ、激おこぷんぷんもありますよ。よし、というわけで、ブラックパックンを倒しての、B スイッチを押しての、こうか、こう。よし、扉にお邪魔しますよ。 P スイッチ右側だね、今度はね。赤コイン、赤コイン、余裕余裕、このぐらいなら余裕で、はい、お邪魔しますからの、きたー、持てるか、マリオがどこにいるのかよくわからないけど、まあいけるいけるいける、あと60秒。あー、しまった。2、1、おお、ギリギリ、危ねえ危ねえ。いやー、難易度的にはもうちょっと時間余裕あるかなと思ったんですけれど、結構ギリギリでしたね。まあ自分が結構詰まっちゃっただけなんですけれどね。はい、というわけで国内の難しいランキング10位、スピードラン60秒クリアしました。ありがとうございました。あの、どなたとは言いませんけれど、このぐらいの難易度だとスピードランでも簡単ですよね。どなたとは言いませんけどね。というわけで今日はもう一個7位のコースも遊んでみましょうか。ちょっと名前が気になりますね。試練開始、クリボーを3匹倒して主クリボーに挑め。ポケモンですかね。クリボー Z とかもらえたらちょっと使ってみたいかもしれない。あ、そういえばその誰とは言いませんけれど、さっきの60秒のスピラン、このぐらいの難易度だといいねって訴えた方なんですけれど、ポケモンに例えるとクリボーって出たらしいですよ。どういうことなんでしょうか。それ以上は深くは突っ込みませんが、これは今試練を受けてるところなんですかね。私、怖い怖い怖い、結構ギリギリ、一マスしか余裕がない。ほっ、やばい、本当にギリギリだぞ。え、中間なし、中間なし。ここは、あー、スターランか。今の間に合わない気がするな、詰まっちゃったな。これダメだろう、スターラン苦手なんですよね。あ、でもギリギリ間に合った。あぶねえ、優しいスピードランじゃない、スターランでよかった。やばい、完全に詰まった。オーケー、多分今の 0.0 何秒ぐらいしか余裕なかったんじゃないですかね。さて、初見クリアまであと土管一つだと信じますけれど、はい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 、なるほどね、これ難しいっすよ。ほわほわ、あー、
また最初からやり直しきた。音符結構奥の方でジャンプしないとダメですね。というわけでちょっと苦手そうなところからお邪魔していきましょうかね。スターラン、はい、まず一つ目ゲット。あぶねあぶね、もう一回行っちゃうところだった。もういいですよ、一回で十分ですよ。次はこっちやってみましょうかね。はい、お邪魔します。音符ジャンプ、ほっほっほっ。で次は、わあこれ勢いいるんじゃないの。ほらやっぱりやばいな、ここ一番最初にしよう。はい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 、ここまでは来れた。ほっ、はい、ここだ。ここまで一回も突破できてない。いったー、あーよかったー。いやーここ難しい、やばい、もうクリアできる気がしないから今回でなんとか決めちゃわないと。スターラン、よし、今のところいい感じ、今のところいい感じ。さてこっからも一マスジャンプが多いから難しいんだけど、さっきよりはいいかな。はい、割と余裕ありました、よかった。最後なんだっけ、あ、ファイヤーがいっぱいゾーン、ここはくしゃみとかしたら終わるくしゃみしたら終わる、怖いよ。ここはでも壁際だから大丈夫なんだけど、この先オッケー。さて次のコイン結構遠かったぞ、確か。よし、あー怖い怖い怖い、おー怖い、ギリギリだった、危ない、は落ちる。よしクリボー踏む、お邪魔しマリオからの鍵付き扉にお邪魔します。はい、どんどん入っていきます。はい、お邪魔しますよ。え、土管に入るっていうことはまだ終わりじゃない、まさかの中間ポイント、もうゴールでいいんですけど。ドイツが鍵持ってんのさ、やられた。クリボーこんなに強かったっけ。タックマンさん、クリブを捨てたもんじゃないですよ。あ、行っちゃった。よし。わあ。あの3段の一番下の羽についてるやつ。あれが鍵を持ってます。ああ。むずいぞ。むずいぞ、むずいぞ、これ。ゴリ押して、行く、ゴリ押して行く、オッケー、行ったー。おー、苦戦させられましたね。クリボーも使い方によってはこんなにすごい敵キャラになるということを実感いたしました。試練クリアしましたかね。クリボー Z を手に入れた。クリボー Z のポーズはどんなポーズなのか、ぜひどなたか教えてください。はい、お待たせいたしました。最後はこちらにしましょう。演奏系のコースですね。ジョン・レノンハッピークリスマス。もうそろそろシーズンです。まあ私はぼっちだから関係ないですけどね。
2017年へ続く。いやーすごい、演奏系のコースも結構やってますけど、これ茶釜さんのコースに負けずとも劣らない。まあすごい出来。あのパウブロックがレールで運ばれてトゲの壁に当たって跳ね返って何回も音鳴らしてた場所があったんですけれど、あそことかすごいですね。まさにこういうの作れる人尊敬の的です。ということでぼっちのくるくるくるとクリスマスを共に過ごしていただける方募集してますよ寂しくなってきちゃいましたね。はい、というわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。次の動画もぜひよろしくお願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。